岡大学病院の新しい本館が完成し、今日記念式典が開かれました。それではどうぞ。今日記念式典が開かれたのは、福岡市城南区の福岡大学病院の新しく完成した本館です。現在の本館は、開院から50年以上が経過し、老朽化が進んでいることから、3年前から建て替え工事が進められていました。新しい本館は、地下1階、地上12階建てで、災害時や緊急時でも対応できるように、屋上にヘリポートが備えられました。ロボットによる遠隔操作が可能な最新の手術室も新たに導入され、より高度な医療に対応できるようになっています。また、救命救急センターには、感染症や重症の患者専用の出入り口が設置され、空気感染する恐れのあるウイルスや細菌が流出しないよう、気圧を低く維持する陰圧室の数を増やすなど、院内の感染症対策も強化しています。新しい本館は来月7日に開院する予定です。